よろしくお願い申し上げます。総裁就任にあたりまして、一言申し上げたいと思うんですが、日本経済は過去15年近くもの間デフレに苦しんでいるわけでございまして、このデフレから脱却して 2% という物価安定目標をできるだけ早期に実現するということが日本銀行として果たすべき一番大きな使命であろうというふうに思っております。従いまして、両副総裁とチームを組みまして、その大きな目標に向けて最大の努力をしてまいりたいと思っております。日本銀行としてはまさに 2% の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということに尽きると思いますけれども、その場合、私自身、各国の状況を見ますとですね、2年程度というものを物価安定目標の達成に向けての一種のタイムスパンに考えておられる中央銀行が多いようですので、そういうことも十分勘案して、2年程度で物価安定目標が達成できれば非常に好ましいというふうに思っております。で、その場合の手段でございますが、これはまさに、さらに量的並びに質的な緩和を進めるということに尽きると思います。よく分からない。